門番の日々ストーリー李和宿出演清水梨沙高校3年生の時門番をやっていた朝校門の前に立ち登校してくる学生のカバンを開いて持ち物検査をする役目。勉強と部活に関係ないものはすべて没収。みんなからは忌々しく門番と呼ばれていた。取り締まりみたいなことをやるのは気が進まなかったけど、優等生で通していた私は先生に逆らうこともできず、門番業を淡々とこなしていた。毎朝、男女数人の門番が学生たちを待ち受ける。おはようと声をかけながら、一人一人のカバンを開き、中をチェックする。女子から取り上げるものは、大概、お菓子、雑誌、化粧品、アイドルの写真。男子からは、漫画、ジャックナイフ、ゲーム機。時にはタバコ。門番は普通の学生たちからは当然悪者扱いされ、それが嫌で門番を辞めていく子もいたけれど、私は辞めなかった。なぜなら密かな楽しみがあったからだ。毎朝私めがけてやってくる後輩らしき男の子、学年も名前も知らなかったけど、目がクリッとしていてまつげが長く、童話のバンビに似ていた。バカ丁寧に、おはようございます、と挨拶し、自らカバンをガバッと開いて私に見せる。その中身が、いつも面白かったのだ。初めて彼のカバンを覗いた日は、よく覚えている。亀が入っていたからだ。黒くてゴツゴツして手のひらほどの大きさもある。それは首も手足もすぼめて微動だにしなかった。生きてるの?と聞いたら、一人で留守番かわいそうだからとひそひそ声で彼は言った。生き物の持ち込みはもちろん校則違反だけれど、没収して殺処分になってはかわいそうなので、私は何も見なかったようにカバンを閉じ、彼を通してあげた。そんなことをきっかけに、彼は毎朝わざわざ私の前にやってきて、カバンを開いて見せた。ある朝はプリンが入っていた。数えたら10個もあった。お菓子はダメだよと言うと、今日のお弁当ですと彼は答えた。お弁当にプリンはダメって校則にありましたっけ?あまりにも幼稚な決まり文句に、私は不覚にも笑ってしまい、思わず彼を通してしまった。ある朝はパジャマが入っていた。なんでパジャマ?と聞くと、具合が悪くなって保健室で寝ることになったら使うからと言う。妙に納得した私は、やっぱり彼を通してしまった。ある朝は、ロン毛のカツラ。僕の帽子なんです、という。まあ、かぶり物という意味では同じ類だし。なので、やっぱり彼を通してしまった。トンカチ。古い結婚式の写真。オレンジ色の壺。マトリョーシカ、片っぽだけの下駄、ホラガイ、犬の首輪。彼のカバンの中身はどれも没収に値するものばかりだったけど、持ってきた理由や言い訳がとても愉快だったので、私はついつい許してしまった。それは彼と私だけの
楽しい秘密のゲームだった。そうして4月から始めた門番も、3月の卒業式を前にしてとうとう最後の日になった。その朝も彼は私の前にやってきて、いつものようにカバンをガバッと開けた。口紅が一本転がっていた。高校生でも知っている外国の有名ブランドのものだった。最後に募集させてあげると彼が囁いた。先輩のポケットに募集して。私は戸惑いながら彼の顔を見た。やっぱりバンビみたいだなと思いながら、言う通りに口紅を募集した。そして言われた通りに制服の上着のポケットにしまった。彼はにっこり笑って、卒業おめでとうございますと言い、空っぽのカバンを肩にかけ、スタスタと校舎の方へ歩いていった。今でも朝、ひっきりなしに校門を通り抜ける学生たちを見ると、あの門番の日々を思い出す。